療退治は他の人に任せて、このまま日光浴してようかしら。ちょっとお姉ちゃん、少し休むだけだからって言ったから付き合ったのに。姉さんはそんなことないよね。もうね、あなたたち全部聞こえてるわよ。やる気出して。 OK OK I'll be ready in a moment。 ビーチ周辺で切り刻まれている押し潰された資料たちの死体が発見されている。報告を受けてないけど、あなたたち以外にも相当作戦を続けている人がいるのかもしれないわ。Yes!
この調子でどんどん行かせてもらう。あとはヘスンだ。やってやる。バトンとは違う。ここは私だ。久しぶりに海に来たんじゃない、サキ。そういえば、お姉ちゃんと一緒に泳いだことなかったよね。私は胸が邪魔してうまく泳げないかな。お姉さん、子供の頃から全然泳げなかったよね。泳げるようになったの？そうよ。あとは私が。次はあそこでああして、ちょっと荒れてるけど十分バカにしてるね。アンナも困ってないで来たらよかったのに。まだ腕はなまってないんでしょ。遠慮しておくわ。それにデスクワークも意外と悪くないの。アンナも今度こっちに回ってみる。一日中机に向かってるなんて想像しただけでも私見てみたいです。ハニーさんのスーツ姿。今度のやつはどれだけ耐えてくれるかしら。やっと楽しめそうなやつが来たわね、姉貴。あなたたち、確かあなたたち。まさかね。果たして以外で仕事してたのはこいつらか。仲良くはできなそうだ。なんかね、今度は誰に召喚されて出てきてるの。
たった今入った報告によると、崩壊したはずのブランジョンが謎の復活を遂げたとのことよ。復活？あんなボロボロに崩れたのにどうして？原因は不明だけど、世界中で発生した資料たちと何か関係があるかもしれないわ。ち、私たちをからかいやがって。